では行こうか。はい。まあ一応、今相当トリッキーな処理をしてしまいましたけど、3番まで終わったということで、4番から行きましょうね。本当はどうなったらいい？機械的に投げてみてください。どうぞ。はい。ねねちゃん。本当はどうなったらいいと思ってますか？そうですね。で、ここをもう少しトーンを上げてみたりとか、明るいエネルギーを入れてみることもできます。で、クライアントの立場でちょっとゆあちゃんね、ここまでのなんかしっとりした流れをね、クライアントの立場にちょっとねねちゃんの立場になってみて、その上でね、じゃあね、本当はどうなったらいいと思います？で、これも別に悪くないんです。ね。そっか、じゃあねねちゃんね、本当は、どうなったらいいんでしょうねってこうやられた時に違う心の状態が起きますね、うん、だからどんなスパイスを入れるかっていうことがすごく大切だっていうことです、うん、で、あの火の通し方ですからね、自分がね、あのどんなこう火を通していくかで、あのこう変わってきますからね、あのでなので、もうちょっとあの温度を上げて関わってみてください。はい、はい、どうぞ、うん、でねねちゃん、本当はどうなったらいいと思います？うん、そうです、そうです、ナイス。本当は、何にもなかったみたいに、何にもなかった毎年のように普通にメッセージを送って、まあ、帰省した時に普通に会いたい。普通に会いたい。うん、ああ、いいですね。で、いいよ。でね、どっちに行きたくてもいい。で、もっとこの先に行ってもいいし、で、この場面を深掘りしたかったら普通に会うっていうのはとか、そこでどんな話をしたりするのとか、そうするとそこで何が起こるんだろうとかってやるっていうことよ。で、そのことがスムーズに出てくるようにするっていうことね。で、それはあのもうただもういつものルーティーンだから、定石だからね。普通に会うって言っても分かんないでしょ。で、我々はいつもその場面を一緒に体験したいわけだから、一番単純なのが普通に会うっていうのはでしょ。ここでね、いや、じゃあいつ会うのって、どこで会うのって、まあ誰と会うのはバカバカしいよね。その人と会うよねって、一緒に何するのってもちろんやってもいいよ。でも、っていうのはだけでも同じことが起こる。普通に会うっていうのは、ね。そこで何すんの、あ、本当って、ちょっと想像してみて。そしたら、そこでどんなことが起こるんだろう。その時、ねねちゃんどんな気持ちだろう。相手の人はどんな気持ちになるんだろう。今想像してみてどうって、こうやってみる。で、ねねちゃんは本当はどんな風に行きたいんだろう、ちょっとその先のこと考えてみて。誰として行きたいとか、どんな人として行きたいの、どんな人生を送りたいの、それどうしてだろうねってこうやるわけですよね。で、そうすると、あの自然と5番の方に進んでいけるっていうことですよ。で、あの、これはもう、あの、ルーティンだから、定石だから。で、あの、こう打たれたらこう打つっていうね、もう、基本のルートね。でもちろんこれを基本としてアレンジするんだけど、あの基本をちゃんと打ち進められるようにね、こう来たらこう来る、こう来たらこう来る、こう来たらこう来る、でそれが余裕でできるからアレンジがまた効いてくるっていうことね。あのだからこのことを覚えておいてくださいね。 OK、 はい。なのでちょっとその線でいってみましょう、はい、あの普通に会うっていうのはって聞いてみてください、はい、うん、その普通に会うっていうのは、うんうんうん、普通にっていうのは毎年同じなんだけど、近くの駅に迎えに来てもらって、彼女の運転でちょっと海の近くドライブして、どっかでご飯を食べてまた家まで送ってもらうっていう、ただそれだけ、うん、で、そうなったらどんな感じなんでしょうね。そうね、あので、ここがあの本丸に飛び込んでいきましたけど、で、多くのクライアントにとってはここはちょっとジャンプがあると思うんです。で、あのね、すごく大きくなんか階段をね、1段飛ばしとか2段飛ばしで飛ばそうとするとクライアントがあのしんどくなったり戸惑っちゃうことがある。皆さんも想像してね、その普段通りっていうのは、駅に迎えに来てくれて、海に行ってレストランで食事してってで送ってもらって帰るんです ね、 あのね、そしたらどんな感じなんだろうって言われると、うーんってこういう感じになるかもしれない。でその時にね、あ、そうなんだって、でちょっと想像してねってもう一段入れるわけですよね。ちょっと想像してって、今年もあって本当に自然に話ができて、どんな話するのかなとか、どんな時間過ごすのかな、そしたらなんか2人ってどんな感じなんだろうねとか、ねねちゃんどんな感じなんだろうってやると、間が確実に登っていけるわけですよね。確実に
で、あのこういう一手間かけることでですよ、あのクライアントはより確実にしっかり体験をしながらそこから気がついていくということが起きるわけだから、あの行きたいところは間違ってないんです。で、あのもう少しね、優しくね、バリアフリーで、あの誰でもが登っていけるようにあのしてあげる。はい、じゃあそこちょっと私やりましたから、はい、どんな感じなのかねねちゃん教えてあげて。はい、どうぞ。毎年1年あったことを、こういうことがあったよとか聞いたりとか、ほんのその1年間のことを話して知ることがすごい楽しくて、もうすごく長い時間そうやってきたので、もう何でしょうね、何を喋っても楽しい。楽しい、いいですね。そっか、楽しいんだね。さあ、岩ちゃん、ここでポジションチェンジをかけます。じゃあねねちゃん、ちょっとその楽しくドライブして海に行って、そのお友達と食事をしてる時、もう普通の会話をしてるその彼女ってどんな気持ちで。あ、そうですよ、はい。で、今丁寧にね、その場面を作ってくれようとしました。で、あのこれが丁寧なやり方ね。で、でこの場合はね、それもいいし、あのもしかしたらそこは省略できちゃうかもしれない。なんでかというと、もうその世界に入ってるからね、本人がね。で、一回入ってたら、あのもう入りやすいから、じゃあちょっと想像してねって、ねねちゃんそんな楽しい感じでって。彼女はどんな気持ちでねねちゃんとの時間過ごしてるんだろうねって、こうやってみると、もうそれだけで同じことが叶う可能性があるっていうことです。で、あのこういうことが巧みにできるようになったら、だから椅子を使う必要もないし、電話でも何でもできるっていうことです。で、だけど、それはこっちの技量も問われるから、だから、あの、確実にやりたかったら、ね、こっちの技量だけじゃなくて、相手も臨場しやすいし、肉もあるから、だから確実に間違いなくやりたかったら、絶対に椅子を使った方がいい。だから今だって使っていいけど、でもこういうことが、あの、できると、別に最終的には椅子もいらないし、電話だろうが何だろうが関係なくなるっていうことです。さあ、ちょっと想像してみてね。なんて気持ちなんだろう。どんな気持ち？すごい自然体で、何の気も使わなくていい。そっか、ね、で、あのこれも一つで、例えば私がこういう時にあのどういうこのズルをしたり工夫をしたりするかっていうと、私はここであのポジションチェンジかける前に例えばこんなことやってみたりします。そうかってちょっとね思い出して、ねねちゃんはああそっか楽しいな幸せだなってこう思えるってね、その相手の人はどうだろう、なんかこの数年の間に大病したりして、ね、いろんなことがあったけど、でもこうやって昔の友達と一緒に時間過ごせる、普通に話してるけど、なんかどんなことが心とか体では起こってるんだろうねとかってこうやってみるわけですよね。またそうすると違うことが起こるっていうことです。はい、なんかどんな時間なんだろうこの人にとっては。そうですね、多分、まあ、気の置けない友達で、っていうのもいつも車の中ぐちゃぐちゃで、気使われてないんだなって思うから、それがかえって嬉しかったり、あと親も知ってるので、なんか本当に家族みたいな。そう、なんかただ彼女にとったら毎年1回帰省してきた時にポンと会って、なんか私は子供の話とかしてて、子供はどんどん年齢上がってて、彼女はまあ独身だし、なんだろう、やっぱこう先の話とかがちょっとずつ違ってたりとか、ただなんかそれは昔の仲良さでなんか気にしてないっていうか、でもなんかこうなんだろうな、どんな風に映ってんだろうなと、なんか楽しいけど、なんかお気楽に見えるかもしれないですね。さあ、なんかね、ここで考えたいんだけどね、どんな風にね、別にお気楽でもに見られても何でもいいと思うんだよ。姉ちゃんはどんな風な人間でいたいとかね、自分でいたいとか、それからどんな風な人間関係作っていきたいとか、まあ、その人に限らずだけど、どんな風な自分でいたいかなってこう進めていくということですよね。はい、どうぞ。そんな彼女と姉ちゃんどんな感じで、いたいですか。あ、そうで、そんな彼女とってやるともうそこに意識が、
ね、とどまっちゃうということです、うんうん、だからそれを超えてっちゃって構わないわけですよ、うん、で要はコーチが描いてる世界の中でやっぱりクライアントを泳ぎ出しますから泳ぎ続けますから、だからコーチがもっと世界を拡張すればもっと広いところまで泳いでいく、ね、そうだから、はいどうぞ、うん、いやそんな彼女をあ、そう、そんな彼女を見せるわけのはいいじゃないですか。はいはい。で、こだわらなくていいもんね。一次元上だから。どんな人間関係作っていきたいとか、どんな自分でいたいとか、どんな人生生きていきたいとかっていうのが、よりその抽象度を上げてる。ね。具体的な問題にこだわらない。こだわってるのはクライアントだから。で、もう一個抽象度を上げる。もう一個次元を上げる。だから高い次元から。高い位置からもう一回自分を見直すことができるんです。これはね、この人との人間関係っていうので扱ってしまったらそれでおしまいなの。そうじゃなくて自分は誰として生きるの、どんな人生生きるの、人との間で何をするのって、何を大切にするのって言った時にね、その下にあらゆる人間関係が含まれてくるわけ。そこの視点があるからこの人間関係のことにだって解決が出てくるし、方向性が出てくるし、でそれが自分の生き方とちゃんと一貫するしね、そして他の人間関係にも応用できる何かがここから生まれてくるってことです。そのために次元を1個上げる、抽象度を1個上げる、ね、クライアントと同じレベルにこっちがいないっていうことです。さあ、なのでどんなね、人間関係でどんなことを大切にしていきたいでもいいし、どんな人生生きたいでもいいし、どんな自分でいたいでもいいので、岩ちゃんが何か聞きたいことを聞いてあげて、どうぞ。ねねちゃんはどんな人間関係を作っていきたいんですか、うん、あ、そうですね、はい、そうですね、やっぱり自分に正直で嘘をつきたくないので、なんかお世辞とか言うのも嫌だし、で何でしょう、陰口とかも嫌いだし、ちゃんと正面から相手に向き合うような人間関係を作っていきたいし、あとまあコーチであるから関わってる人は応援したいなと。応援をね、言ってみてどうって言ってみましょう。はい、言ってみてどうですか。言ってみてどうですか。うん、そうです。はい。で、ここでね、柔らかい感じで言ってもいいですね。ただ言ってみてどうっていう質問は性質上をいいですか。俯瞰をするための質問ですから。そうするとちょっと意識状態を変えた方がいい。で、俯瞰っていうのは少しドライだったり冷静だったりする状態だから、ここにドライさとか冷静さのエッセンスを少し垂らす。だから言ってみてどうですかって言われるのと、そっかって言ってみてどうですかっていうのとの違いですね。うん、で、少し冷静に振り返らせる。で、整理をさせるということです。で、だから自分が何やってるかをこう理解するっていうことね。で、臨場するときのモードじゃないんです、だから。これは。俯瞰するときのモードだから。で、しっかり俯瞰系の意識状態を自分で作っていく。ね。で、それができるようになると質問が力を帯びてきますから。ね、言ってみてどう？言ってみてどう？なんか自分で言っときながら、はい、こう意識上がったでしょ、こっち側、ね、今ドライになったでしょ、でこれが自分のことを客観的に見る。で、なんでこれが、ね、生まれたかって言ったら、こっち側が客観的に見始めたからです。はい、うん、そう、自分で言っときながら、言っときながら、はい、なんか心にあるくせに、そのままにしといて、別にあっても思ったままを言えばいいじゃん、ちょっとコーチっぽくないなとか、さあ、じゃあね、ちょっと今回は別の、処理をしてみましょう、でここから、ね、何考えると良さそうとか、じゃあ何話そうかとか、30分時間があるからどうしようかっていうこともできます。そしたら何かは出てきます。だけど今回こうしてみます。最初にね、はい、はい、こう言ってましたよ、はい、って言って、こう言ってましたよ、どうしますって、もうそのままダイレクトに聞いてください。どうぞ。はい、A ちゃん、最初にこう言ってましたけど、どうします、そう、これだけです。いや、もう、普通に明るく、誕生日のメッセージを送ります、誕生日メッセージ、言ってみてどう、気持ちいいなんで気持ちいいんだろうと、こうやってみます。さらに追かけます。なんで気持ちいいんだろう、この気持ちよさはどこから来てるんだろう。なんか、いや、心配しなくていいって思えてるし、そっか、あと何か言われても、ちゃんと言える自分がいるって思ってるので、そっか、あとなんかやっぱり自分の気持ちに正直に言ったから気持ちいいんだと思います。そっか、OK、じゃあここで終了、拍手お願いします、はい、ありがとうございます。感想です、どうぞ。